を3株をこういうふうに置いて、これを3回こうやって、それで約これが20センチぐらいのとこを振るようにしていただくように昨日説明しております。こういうふうに3株、これぐらいでこれじゃないかと思って、これをこういうふうにして、それでこういうふうに締めて、それでこれを一回ここを回してここまで来させていただいて、それでここをねじるんです。こういうふうにねじって、その時にここへ指を入れておくんです。それでこういうふうにして片手でねじって、ここへ指と同時にこう引くと同時に入れりゃここは入りますから、こう工具真ん中こう割って割ってもらったんですけど、そしたら角が分からんから、今年は7、3に割っていただいて、ここ少ない方と多い方に7、3に分けていただいて、こういう方にかけるようにしてますから、今年はそういう方にしていただきたいなと思って、どっからでもよし、thank you.